で行こうです。サッカークラブ育成シミュレーション形を見て、わーお進めていきましょう。いよいよ今回がジャパンカップ決勝戦です。リーグ優勝とともに2冠を狙います。このような成績になってます。岩瀬大阪はですね、新争いの下チームですからね、そんな簡単にはいかないでしょうね。引き分けと勝利です。いきましょう、一発勝負に勝利してみんなでカップを掲げましょう。トップ N スタジアム、試合開始です。さあ、トップ N スタジアム両者互角と言っていいでしょうね。果たして優勝するのはどちらか。もちろんクラーカリバーズ取ってほしい。頑張れクラーカリバーズ、負けるなクラーカリバーズ。ですね、おっと、いきなりイエローカードだ。まさか、取ってあげます。まあもちろん簡単に勝てる相手じゃないでしょうね。ちょっとパスが中途半端だった。危ない危ない、ちょっとある。ファルですね。さあチャンスです。クルミが蹴ります。はい、先取点です。さすがクルミ、生かしましたね。見ていきましょう。ん、何、誰か絡んでる。長子です。名前は見えませんでしたが、長子がつなぎました。ファールですね。逆に我がチームピンチ、北原です。ここはみゆきがバックアップします。この時にバックアップできるようになるのは心強い。外に渡してしまいます。さあ1点先制しましたが、おっとここで攻められてしまう。同点に追いつかれる。手が手薄になった隙を狙いました。慌てて戻っていってますね。あんまりこんなに前に自陣してるんだ。これはやられます。瞬く間に同点に追いつかれました。チャンス、あやた決まった。2点目、また勝ち越しです。ディフェンダーのあやかっていうところポイントありますね。結構びっくり。なぜお前が前に出てきてるんだっていうのがあります。
なんかおかしいな。なんか、えらいラインを前に出しすぎてないか。よく防ぎましたね、今の。アンチキュースだったかもしれません。前半もあとわずかだが、これ、うまい。しかし危なかったな。ペナルティキックのピーチでした。これで前半終了ですね。さあ、あんまり疲れてないですね。むしろディフェンダーが結構疲れてる。ディフェンダーは要ですからね。この辺を変えていきましょう。ミオもチェンジでいいと思います。誰にチェンジするか、まあ、サチコかな。で、後衛を誰にするかな。どれもコーツつけがたいですからね。もうちょっと頑張ってもらうのも一つで、それだけ変えるかな。ミオに変えましょう。これで後半に挑んでいきます。フォワード2人は注意ですね。マークしていきましょう。フォワード2人ともやっぱり強いわ。フォワードだけじゃないですからね。油断はしちゃダメです。取られてしまった。おひこ坂の方が要警戒だよな。攻められるシーンが多いよね。おっとコーナーキックになってしまう。ちょっとコーナーキックは点が取られるフラグなんですよね。打たれたら使い切ってます。結構守備陣がバテ、珍しく守備陣がバテているのが気になります。ノーホイッスルです。でも結構息大大ですからね。おっと、捉えてしまった。ここではやばい。だが、ダメなミスをした。これで助かりましたが。さあ、引き続きピーチが続くのは間違いないです。走力がやっぱり落ちてくるんですよね。縦パス、なぜここにいるんだ。もう完全に、チャージというか一発勝負に出てますね。相手はこっこと時間過ぎていく。今度はチャンス、ミノリ決めた。3点目、3対1。ミノリさすが。逆にやっぱり相手の守備が手薄になりましたね。そこを狙っていきました。全然前出てませんね。なのでミドリを決めることができました。サチコからミドリへ。この時の2点差も決定的でしょう。終わった、やりました。ジャパンカップ優勝。
とかありがとう、やありがとう、やったやった。満員のスタンドに詰めかけたファンに声援を受けます。ただすぐに巻き返します。なんと決めたのはディフェンダーの綾香。どこにいるんだ綾香。サインプレイ、これリスクは伴いますけどね。リスクを取ってシュートを決めました。勝ち越しです。後半前、この彦坂の活躍によりまして、何度もピンチを迎えます。それが上がっていく。ここで、なってしまうんですよね。このピックに。なんとか防ぎました。ダルマのミスった。そしてこれはでかかった。7個からいろいろ上がっていって、緑決めました。試合終了。クラーカリワーズ3対1で入りますよ。大阪を破りました。シュート本数は相手の方が多いですね。ボール支配率はほぼ互角。少ないチャンスを生かしきったクラーカリワーズが勝利となりましたね。ジャパンカップ優勝です。さあこれでですね、来年ワールドカルチョクラシックに挑戦できます。まあね、アジアのあれ行かないといけないですけどね。そうです、お金です。アジアチャレンジトーフィーも一応賞金もらえます。1500円プラス。事務所で見ないといけないですね。プラスになってますよね。海が4000万円とか高いな。
100枚すると育てる価値があるのかな。解雇しましょうね。せっかくいい選手まで育ってきたんですが、みゆきが5500万になりましたか。みゆきのクリーンは上がった。みゆきも1800万で一気に上がってますからね。みほもいい活躍見せてますが、ついにっていう。かながまだ6年目で400万と安いのはなぜか。この辺の、緑クリーンみたいなベテラン勢は仕方ないですけどね。月も美味しかったですよね、ここまでは。ユーナも54年目ですが、はるかか50万上がっております。12年目は今やタラモってチームに行きましたね。はい、ということでジャパンカップを見事、優勝することができました。次回から練習試合です。ひょっとしたら選手の入れ替えスカウトもできるかもしれません。来年もよろしくお願いいたします。そしてよろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。またこのカルチョビット R のゲームプレイ、今までの動画プレイリストに載せております。こちらも URL 説明欄に記載してます。よろしければ見てください。またこの動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。クラーカリバーズジャパンカップ3回目の優勝を お伝えしてお別れしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。